伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、塚本晋也さんは1960年生まれ、東京出身の現在58歳。1989年劇場映画デビュー作となる鉄男がローマ国際ファンタスティック映画祭でグランプリを受賞し、一躍脚光を浴びました。その後も数々の作品で国際的評価を獲得。俳優としても活躍し、2015年の監督作のびでは毎日映画コンクール男優主演賞を受賞しました。独特の世界観と映像表現で世界中に多くのファンを持つ映画監督、塚本晋也さんが本日のゲストです。さあ、ということでスタジオには、塚本晋也監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、最新作で、はい、その、まあ、出役としても当然出てますから、塚本さんが、はい、壮絶なの見ちゃってるから、ニコニコ笑って話しづらいっす。いや、そう、なんかこんな柔らかい雰囲気の方だったんだと思って、あの、ザンはね。ザンは、うん、いろんな意味でやばいじゃないですか、あの人。あ、僕のやった役ですね。はい、そうですね、脚本書いてるときあそこまでやばい人かとは思ってなかったんですね。むしろね、もうちょっとユニークで、いい人かななんて思って自分で返して、はいはい、映画見て自分で本当に一番悪いやつだ、お前が元凶だと。ちょっと待って、はい、もうじゃあそこから聞きます。本当は一回 CM 挟んでから、ザンの話たっぷりしようと思ったんですけど、はいはい、まあ、最新作ですね、はい。最新作で監督やってます。脚本も、はい、書かれてます。でいて、まあ、出演する俳優さんも少ない映画だから、そうですね、はい、当然それは立つんですけど、うん、重要以外の何もない役なんですけど、さっき思ったのは、監督とね、役者を兼務するって、うん、はい、とても僕は難しいことだと思うんですよ。ましてや脚本じゃないですか、ね、はい、そのなんつうの、こいつこんな予定じゃなかったのに、役者の塚本って役者が暴れたわけでしょ、ある意味。ある意味、いや、一生懸命やったんですけどね、彼はね、なぜかそうなっちゃったんですね。自分で演技指導とかどうするんですか？はい、いや、自分は自分ですから、もう演技指導むしろしなくて済むんで、楽っつうのありますよね。これね、はい、それがすごい、ちょっと本当に興味のあるところで、はい、役者として、しかもちょっとこう降りてきてる、その脚本ではこんな予定じゃなかったところまで出てきちゃっている塚本晋也を、監督塚本晋也が制御するみたいなことって、うん、いや、その俳優とその監督塚本晋也が両方とも合議的にこう一個一個進めたつもりだったんですけど、はいはいはい、はい、なんか脚本家の思惑とはだいぶそんなことある。いやいや、それ興味深いんですよね。なんかその両方やるタイプのその監督さんって何人かいますけど、人によっては自分のシーンだけは自分では評価できないので、その助監督の中のそのチーフの人に演技をチェックしてもらう人とかがいたりとか、僕は野球が好きなんで野球がわかりやすいんですけど、野村監督は監督兼捕手の時は、その自分がフィールドにいる時はブレイザーさんというメジャーリーグ経験者をコーチのヘッドに入れて、そっちが俺の起用法を判断してくれみたいなことをしてたっていうんですね。でもそれは本当はよくわかるんですね。そうしたい気持ちはわかる。初めてやっぱり映画作った時は、その自分が出る時は、まあ、あれなんですけど、その客観的に映画をこう見たい時は自分が出ないなんていうことを、初期の頃言ってたんですけど、はいはい、僕も8ミリ映画っていう自主映画の時から同じことばっかりやってるんですね。最初は家族で撮ったり自分が出たり自分がカメラやってるのが当たり前だったんで、うん、もうその時からずっとやってると、むしろこれが当たり前になっちゃうんですね。はい、ですからよく考えて不思議なんですけど、なんか自然にそうなっちゃうっていうか、特にむしろね、監督と自分で思ったことがないんで、もうその脚本もその監督、演出するのもその撮影するのも、その映画 その色をこうどうしたりとか、照明どうしたりとか、全部合わせてもう映画という塊なんで、なんか監督としてこう椅子に座って、あなたこうしなさいって言った記憶があんまりないですね。なるほど。まあ、中に入っちゃってる感じですかね。便宜上、よその映画の作り方に習って監督って名前がついてたりとか、はい、俳優で名前がついてるけど、もうちょっとそのスタイルももう違っちゃってるからっていう。もう全部合わせて一塊なんで、その、なんか、
例えば画面の中で水がびしゃびしゃってなってるのももうその大事な要素なんで、その場合においてはその俳優さんより今は水がちょっと大事とか、そのバランスがありますよね。俳優だけを担当するっていうことではないですよね。すごい、それが僕がよくわかるのは、はい、僕あんまりこう企画会議、このラジオの企画会議ですんなり通らなかったものを勝手に自分でやってきて、はい、僕録音機材を全部持ってるから、それを撮ってきて、自分なりに編集して聞いてもらって、これ面白かったらオンエアさせてくれみたいなことがあるんですけど、そういう時のなんていうのかな、やってる俺は調子に乗ってけどここ切っちゃおうみたいな感じっていうのってなんかちゃんと動くっていうか、あるわけですよね。それに似てるのかな。いやでもなんか本当にすごいですね。で、今のちょっと話でちょっと戻らせてもらいますけど、何歳からですか、最初作品を取り出す。まあ僕8ミリ映画を最初に作ったの14歳、中学校2年生の時に、作って、ただまあそれ本当に8ミリ映画でお父さんのカメラを借りて撮ったようなもんですから、はい、どういった内容のもの。最初怪獣映画作りたかったんですけど、怪獣のその着ぐるみ作るのが案外に難しいんで、僕せっかちなんで今でもにそうなんですけど着るやつ作るのが難しかったんで、原始さんって水木しげるさんの原作で、はいはい、特撮はやりたいんですけど、原始さんだったら友達が裸でビル壊せばいいんで、はいはいはい、着ぐるみ作んなくて済むもんですから、はいはい、原始さんが僕のその10分のデビュー作になりますね、はい、へー。なんか特撮ものでもね、その怪獣が出てくる回と、巨大化しちゃった隊員が街暴れるみたいな回とあるからなんか、ね、どっちかというと人型が、人型のでかいのがやってくれる方がいいってこと。まあ、いや怪獣本当は好きなんですね。作れたらいいんですけど、その作れないから、なんかこのお父さんからこのパジャマ借りて、そこに発泡スチロールを貼ったんですよ、ボンドで。とボンドってこうなんか知んないですけど、外にいろいろ貼ると縮む、なんですか、縮むというか、はい、発泡スチロールボンドと相性悪いから、ね、そうですよ。履こうとするともう履けないですよね、はい、もはや。本当にやったんだとか今でわかるわ。細くなっちゃって。でまあそのぐらいのことでもう早くに挫折して、原始さんの原作があったので、これならいける。短いし。はい、出演をもちろんされて、原始さんはちょっと体格が僕のお友達の方がぴったりだったんで、うん、原始さんは委ねましたけど、うん、まあ、僕もちょびっと、はい、すげえ、もうそこからデビューしてんだ、はい、僕が知ったのはやっぱり鉄棒なんですよ、はいはい、ですげえのがあるぞって言われて見て、あれ何分ぐらいですかね。あれはね67分、意外に短いですね。そう、映画って考えたら少し短いですよ ね、 すね。あれ何歳の時ですか、はい、あれはね29の時ですね、20代の一番終わりに、はい。だってそんなにお金があるわけじゃないでしょ。あの時はね、その前に作った8ミリ映画の借金があっただけだったので、お金がないというか、むしろマイナス状態であっただけだったんであっただけで財産はないのでっていうマイナス状態 で、 マイナスでした。でもそれこそ主人公がね、はい、どんどん鉄になっていく、はい、なんつったいのかね、その体に鉄を取り込んですごいスピード感をつけていく。そうですね、だんだんこうスピード感を増していってどんどん鉄化していくっていう、もうそれだけの話なんだけど、ね、今で言うと CG でこれ撮ろうっていう感じの質感のものだから、うん、そうですね、すごい手間でじゃあ乗り切るってこと。手間だけですね。お金がかけられないんで、燃えないゴミの日に鉄は大体拾ってきましたので、はいはいはい、テレビとかが起こってるんで、はい、それを拾ってきて壊して中の機械を取り外して割って、田口智朗さんという主役の方の博多人形のようなお肌に両面テープでペチャッと当てました、ね、両面テープ。でそれがどんどん次のカット次のカットでどんどん増えてから、いわゆる鉄化していくんですよ、そいつが。それをじゃあすっごくで、しかも失踪するでしょ。失踪する前に一回田口さんに鉄つけるだけつけたんですね。はいはい。田口さんもなんか重いっていうふうに怒るってことをするのを忘れてたって言ってましたけど、はいはい、怒るってことを忘れた田口さんにどんどんつけて、はい、一回その姿を見せておくと、次の時は相当簡略化してもですね、お客さんってもうその元の鉄道だと思ってるもんですから、 あとはもう鉄の肉襦袢みたいな、ハリボテみたいな着て思いっきり走ってるんですね、実はね。はあ、それがはい、パーフェクトバージョンを一回見せてるから、一回見せとけば、そういうことも作りながらだんだん分かってきましたね、はい、そういうことってどう学んだんですか。その本当作りながらですね、最初から計画してそうなるんじゃなくて、行き当たりばったりで鉄作ってたら田口さんが重がってるよってことで、重いんじゃかわいそうだなっていうんで軽くして、
やってみたら繋がるわというような。ジャージに発泡スチロールをボンドでつけると縮むっていうあの失敗からの何バージョンも経て、本当の鉄はボンドで大丈夫の。しかもそうすると走ると落ちる。で、落ちないようにすればどうしたらいいとかいろんなことがあっての、ね、ああいうこと。まあ大体両面テープでしたね、その、ね。両面テープ、万能両面テープ、ね、映画で使うんですね。今多分見ちゃうと、これはむしろ わざとあんな感じにしてる CG で作ってんでしょって思われるような質感なの。でもそれを両面テープとゴミ置き場のスクラップの部品で、はい、そうですね。だから絵に写ってるものにお金かけないっていう趣旨でやってました。絵に写ってるもの、その時フィルムが高かったんです。今はデジタルってい こうビデオでやるのでそこにお金かかんないですけど、当時は16ミリフィルムそのものにお金かかっちゃうんで、それで大変だったんですね。何、はい、ですかね、その制限にへこたれる人とか、はい、制限を言い訳にしていつまで経ってもやらない人とかいっぱいいる中で、やるってそれ何ですかね、そのエネルギー。これやっぱりよく思うんですけど、初期衝動的なもんですかね。その一等最初だからこんなことやってみたいっていう、だから何本も作ってるんですけど、作品ごとに何らかの初期衝動っていうか、これ初めてだという、うん、面白い遊びみたいなことがあった方がないと、ちょっと やりづらいかもしれないですね。何ですかね、その初期衝動みたいなものは僕にもあったし、はい、あって、そのこういうことやりたいんだと思うけど、抑える力もいっぱい働くし、はい、どんどんその抑える言い訳を作る方が上手くなってくるんですよ。うち、なんか先輩方は16ミリで撮ってるけど、うちには8ミリしかないって言い出すし、ね、その、少なくともちょっと動いてみたら、もうこの接着剤で発泡スチロールとか合わないから、あ、無理だってなるんだけど、うん、そこを動く人と動かない人の差みたいのが僕はどっかで出る気がするんですよね。それはなんだかちょっと自分でもわかんないです。でも本当8ミリって、その16ミリ35ミリって劇場映画になってるわけですけど、はいはい、本当にその自分の手元にある8ミリ映画をなんかこう呪文かなんかで35ミリに変わんないかなっていつもそういう方が手でことをやったからうーんって膨らましたり、こういろいろ頭の中でトンチでなんとかなんねえかなっていつも考えてましたね。あとはね、はい、もう聞きたいこと全部聞こうと思って、うん、ちょうど僕五島列島に旅行に行ってましたね、はい、その時いろんな教会を巡ってる時に思い出したのは、はい、その隠れキリシタン狩りの時代にすごい苦労した、はい、ことの映画、マーティン・スコセッシ監督の沈黙に出てらっしゃって、はい、でいろんなとこ今では綺麗な観光地にもなってるし、で、そこ行きながらあの映画のことを思い出してたら、ちょうど塚本さんゲスト来るって。ああ、そうですね。びっくりしたんですけど。ありがとうございます。はい。海外の監督の作品に、はい、まあ、出る、はい。どんな感じだったんですか、うん、僕ね、海外の監督っていうことに憧れがあんまりなかったんですけど、はい、マーティン・スコセッシ監督が大好きだったんですね。もともと、はい、はい。僕、高校の時にタクシードライバーって映画を見てたら、もう大好きで、はいはい、それ以降はもうほとんど全部映画見てますし、そのもうとにかく全てのいろんな演技プランから、その映画そのものから全て大好きだったんですね。ですから、まあオーディションがあるって聞いた時には、もうそのオーディションだけが目的で。まず見たいっていう、はい、マーティン・スコセッシに会いたいっていうことで、そのオーディションがだから頂点だったんで、もうそこで全て終わった感じになりました。じゃあ、あの時の初期衝動は会いたいなんですね。会いたいです。それもずっと引きずってる初期衝動の会いたいの思いが会えるぞ、はいはい、ですから、そこで全て燃焼してもう終わったと思いました。もういいです、これで十分です、ありがとうございました。で、向こうがオッケーするわけじゃないですか。オーディション受かるわけじゃないですか。そうです。割と早い段階でお返事いただいて、はあ、その時もピンとこなかったですね、最初は。その要は僕のプロデューサーみたいな人がいて、はい、その人が電話を受けて僕に言うんですけど、はい、嬉しそうに言わないで、なんかこう、なんか不審そうな顔で、なんか受かったみたいなんですよって僕に言うんで、その声の調子で僕も、そうって感じになっちゃって。それは彼なりに、あの人の中で人だらけついたことだと思ってるからでしょうね、でもね。どうなんでしょうね。でも、実際現場見ると、はい、これ憧れすぎたせいでがっかりのケースだってあるわけじゃないですか、世の中には。ああ、なるほど。でももうその目がハートになりすぎてですね。もう僕はやっぱりこう、敬虔なキリシタンの役で、そしてこう、十字架に貼り付けになったりするんですけど。どんな拷問されても。はい。うん、もう僕、スコセッシ教だったので、はい、もう殉教覚悟でですね。すごい。ああ、いい話だ。そういうことか。はい、そう、なるほど。そうですね。どんなに過酷な要求されようが、何とも思わないんだ。何でもやりますと。すごいわ、まさにですね。準じてるんだ、そこが。そうですね。僕なんか頭の中でそこで本当に準拠しちゃってるとこもイメージして、病院に少し監督が来てるとこまで想像してやってます。
いや、すごい。よがりながらやってました。そうですか、はいはい。これが喜び、神が与えてる試練だから、はいね、最終的にはいいものができるっていうことになってるわけですか。はい。もうあまりに一生懸命やったんで、少し監督もとてもこう、喜んでくださって。その喜んで姿見てまたこっちも喜ぶという感動ですね。すごいわ、はい、本当にスコセッシ教ですね、はい、スコセッシ監督ってあのこうあの山の例えば海のシーンでも山の上の方 の, あのこう箱の中でビデオでモニターで見てらっしゃるんですね、うん、その演技とかを。でもその時その山から自分がそのこう十字架で歌を歌うシーンがあるんですけど、うん、上からうわーって走ってきて、うん、十字架の前でエクセレントって言ってくれたんですね。それでもう感動して図に乗りました。うわ、なんだろう、その瞬間すごいですね、はい。その喜びってものすごいですね。今はもう最高の時かなと思いました、ね。本当にその後もちょっと殉教してもしょうがないかもと。うーわー、はい。さあ、ちょっとまだまだ聞きたい話は尽きないですけど、はい、何より僕は最新作の話をいっぱい聞きたいので、一度 CM を挟みたいと思います。はい。伊集院光とラジオと塚本慎也と映画ザンと。さあ改めまして今朝はゲストに映画監督の、塚本慎也さんをお迎えしております、改めてよろしくお願いします。お願いします、はい。まあなんかその最新作ザン時代劇、はい、ね、時代劇ですよ。もともと時代劇は時代劇やっぱりで映画を作ってると興味があるんですね、はい。黒沢監督のやっぱり七人の侍とか用心棒とか椿三条を堪能しましたし、あと僕座頭市が好きで、あのテレビで新座頭市っていうのが昔やってたんですね。これは本当に素晴らしい芸術的なドラマで、ただあの僕が一等最初に洗礼を受けたのはあのまたたびという ATG というあの会社 の, あの小さな映画なんですけど、でもあの監督は名将の市川光監督で、これが洗礼ですね。はい、こうかっこいい時代劇じゃなくてですね、70年代に作られたんですけど、70年代の若者がそのままその時代劇の世界に行って、すごいもうしょうもない3人の、都政人の話なんですけど、これがもうやっぱり自分に影響あったんで、いつか映画作るんだったら時代劇作るんだったらそういうのがいいなと思ってましたね。それは見た後で分かるのは、その一つ分かるのはずっと中村さんも僕も気になってたのはこのザンですけど、いわゆる殺生とかならないじゃないですか。現代語なんですよね。現代語じゃ、一応あれも時代考証の先生におかしくないかは全部確認して、そういう狙いの映画だったらもうとにかくおかしいことはないんでっていう一応チェックを全部いただいて、あとはもう自然にやってもらいました。ちょっとそれがいい音だな。当然ね、それを気をてらってやってるわけじゃないから、別にそこが最近のトレンドはさあとは言わないよ。それはその出演者とは言わないんだけど、いわゆる僕らの分かる言葉じゃないですか。ですね、ですね、なんか今の若い人がそのままやっぱり時代劇の世界に行ったようにしたいというのがあって、はい、時代劇がなんかこの昔のことですっていう前提じゃなくて、うん、今っていう感覚でその時代劇を見てもらいたいというのがあったんですね。まさにそんな感じでしたよね。蒼井優さんとかもなんか現代の女性の強さというか、はい、そういうのがすごく感じましたもん ね、 そうですね。いつも自分、はい、今回僕ゲストをお迎えするときに見る見ない回が両方あるんですね。全員が見た手で話すほど、聞いてる人が行こうっていう気をなくすことがあるから でも今回僕見たんですけどね。まず言いたいのは、このザンが11月の24日、渋谷のユーロスペースほか全国で公開ということなんですけど、はい、僕がすでに興奮していてユーロスペースでやっているものに間違いがないっていうユーロスペースでいい映画が多いんですよ。で中には、はい、行き過ぎてキョトンっていう映画もあるんですけど、僕はザンが面白くてで興奮しながら見てっていうだけで、これがまず一つおすすめポイントなんですけど、今度困るのは何まで触れていくっていう話なんですよ。ああ、なるほど、うん、あ、その映画の中の、ね、映画の中のなんですけど、ね、そうですね、確かに最後の方とかね、はい、なるべくあまりもちろん言わないで、まあ、スタートは要するにこれ何なの、このオレンジの画面は何なのって思っていくと、はい、刀を打ってるんですね。そうですね。刀鍛冶のシーンですね。刀鍛冶のシーンなんですね。そうですね。いわゆるもう、その刀になる前の鉄の四角い塊からだんだん打ち叩かれて、その刀になっていくまでで、まあ、刀が誕生する、してからの話みたいな、刀の話でもあるみたいな。僕がすごい思ったのは、はい、刀を持つという、持つ
持たなければいけない、持ったということはっていうぐらいなんです。僕がこの映画で言いたいことは、この先のことはみんな自分でキャッチすればいいし、自分が多分あの感じ方で、僕は多分僕の思った頃だけを言うとミスリードをする気が、ああ今のはでも本当ありがたいです。この作られた刀を持ったということは、持つということは、はい、何みたいな、はい、はい、で持たざるを得ないということはどうして刀を持つんですかっていうことだし、はい、持ったからにはどうするんですかっていうことだし、ね、持ったらどうなっちゃうんですかっていうことが全部入ってるんですけど、はい、僕ねこういう時に他の映画の名前を出すのが失礼なことはすごくよく分かってるんです。分かってるんですけど、あえて言いたいのは、ついこれで僕はチリツバキを見たんです、はい、木村大作監督のチリツバキ、これはなんかすごくお作法的に時代劇の本堂をすごいお金をかけて真ん中行ったっていう感じで、僕はこれがすごく楽しかったんです。でも今回のこのザンに関しては、そういう意味で言うと、なんていうのかな、おそらくスピリットとしては真ん中行ってるんだけど、はい、こういうこと、いわゆるチャンバラ映画ではしませんっていうことがすごく多い。そうですね、確かに最初に僕も実は地図椿早く見たいんですけど、池松さんも出てらっしゃるんで、はい、早く、そうなんです、それもすごいです、池松さんも両方出てるんですよ、ね、早く見なきゃと思いながらまだ拝見してないんですけど、でも本当にその木村大作さんは黒澤明監督のね、はいはい、あの映画にも関わってるもう大御所の方なんで、はい、その素晴らしさはもう早く見たいんですけど、ただやっぱり自分はそのある様式的なその美しさというよりは、なんか 生々しさというとそのちょっと言い方が、地図椿は生々しくないっていうわけじゃないんですけど、なんかやっぱり先ほど最初に言ったように、今の若い人がまあ言っちゃった生々しさですから、カメラも様式的というよりはちょっとドキュメンタリーに見えたりとかするような風にしたいというのがやっぱりありますね、はい、だから痛いし、はい、すごい痛いし、いや描写が繊細すぎてここまで見せるか、ね、みたいな、あと刀がやっぱり重いものっていうのを表したかったですね、ヒューヒューヒューとこうかっこいい盾っていうよりは、落とすとゴロッゴツッと音がしますし、ゴロゴロッと音がしますし、はい、その一発のやっぱりこう振るってことの意味っていうのをこうなるべくこう大事に扱いたいというふうに思ってたので、あんまり簡単にピュピュッと振り回すシーンが思ったよりないかもしれませんね、はい、あとそれは塚本さんを含めてですけど、はい、役者の顔、うん、今回は本当に役者さんの顔、あの池松さん、それから葵さん、あと中村達也さんという僕の映画にでデビューしてくれた、はい、あのドラマーの方なんですけど、この方々のやっぱり演技のセッションを撮るのが一番の大事なところでした、はい、彼はドラマー、中村達也さん、中村達也ドラマーです、元ブランキー、あ、元、あ、ブランキージェットシティという、あ、はい、あの人だ、あの人です、の俺の中ではこんなやつ、 この人こんなやつじゃねえ、ねえ、はい、っていう感じだったから、あ、そうですか、はい、あの方は僕の映画のバレットバレーっていうんで初めてあの映画をの演技をしてくださって、その後のびっていう映画にも出て、あまりに存在感がすごいんで、時代劇するときは中村さんにぜひ出ていただきたいとずっと思ってたんですね。でその顔の迫力はもう人間が本能的にやべえなって思う顔の人がいっぱい出てるから、いっぱいいました、多分短い撮影期間で皆さんもなんていうんですかね、その短い中に燃焼したっていうか、であとはやはり演技のセッションですよね、うん、その相手がこう来たらこう来るっていうのが、その場でのあるスパークの試合みたいなのが、それをカメラがもうこうなんですか、こう盗み取るというような感覚でやってました。でもそれがまさに監督、そこをなんか頭の中でこうやってつながってこうなるがきちんと入ってないと、思う存分セッションしてもらえないじゃないですか。そうですね、ある程度最初の推移を高めといて、そのいろいろな準備ですよね、その全く自由っていうんじゃなくて、なるべく推移高めて、その上でどこまでこう弾けていただくかっていうのが大事なとこかもしれないですね、はい、あと全然途中時間を全く感じさせないんですけど、あれ時間全部何分、あれ80分なんですね、短いんです、80分ですよね、はい、ちょっと短いんですよね、短い、その普通に尺だけ言えば短いんですけど、はい、あれは元から80分にしようと思って全部撮るんですか。元から80分実はしようとは特に思ってなくてですね、うん、とにかく必要な脚本書いて、意外にシンプルなんですけど、自分の言いたいことはなんか入っちゃった。だったらもうそれ以上やることはないやということで、そこを一生懸命、その必要な分を一生懸命やろうっていうふうにやったんですね。いや、僕はね、もっとあざといものなのかと思いました。最初ね、その、はい、当然時代劇ってお金がかかるじゃないですか、はい、やればやるほど、はい、リアルを追求すればするほど、はい、どんどんセットは壮大になっていくし、はい、なっていく中で割と閉じられた空間で行われていることだから、そうですね、そういうあらはない
変わる。その、何億もかけなくても、あらはないような、こじんまりとした空間の中で行われてるから、はい、そうすると人数はこれぐらいになるなとか、はい、その絵代わりが少ないから尺はこれぐらいになるみたいな、はい、そういう数学的なことが働いてるのかなって思ったんです。あまりに無駄がないから。ああ、ただお金がないのは確かで。あ、それは確かに。それは間違いないです。まあ、時代考証の先生に最初相談するときに、僕はこんだけのことやりたいし、テーマはこうですけど、お金がないんです。って言った時に、だから城下町でこう撮るのはもう最初から無理だというふうに思ってたんで、それでまあ昔その浪人さんってよくこう傘張ったりしてるイメージありますよね、城下町のその外れの方で、そこのあの舞台作るのもちょっとお金がないんで、なんか考えてください一緒にっていうことで、実はその昔はその江戸の近郊のその千葉あたりをイメージしているような農村で農家のお手伝いしながらこうご飯食べてた浪人さんもいらっしゃったという、いたということなんで、それがいいですわ。そしてあのヒロインのイメージもその武家さん屋敷のこの女性っていう感じじゃなくて、なんか野山を走ってるイメージで、全体的にはやっぱり自然の風景を撮りたいと思ってたので、そんなことを全部交渉の先生にお話して、だったら農家だよみたいなことで、農家になってあるこう限られた空間の中で、ここから果たして出て、目標はその江戸京都のこう動乱に参加する、しないの話なんですけど、そこに行きつけるのか行きつけないのかっていう話ですね。で、なんか僕が思うに、はい、見事に今の時代感みたいなものにちょっと合ってんのかな。はい、そうですね。それも時代考証の先生にあのご相談したんですけど、ちょうど今自分が持っているこの今の世の中の不安っていうのと、その江戸時代の不安っていうその状況が非常によく似てて、江戸時代の終わりもその250年も戦がなくて大変だったわけなんですけど、まあその後にそのペリーさんがこう黒船で来て開国するかしないかで、国内がだんだんこのするしないということで、だんだん血生臭くなって時代が変わって近代戦争に突入していくんですけど、今も70年以上こうあの戦争がないわけですけど、でもだん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 やっぱりこう戦争体験者の方がいらっしゃらなくなると、どうも少しずつやっぱり戦争できる国にこう動くわけですけど、そうするとそういう今の時代もちょうど今変わり目ですよね。そうするとこのままずるずるっていくと、もしかしたらその江戸時代の終わりのようなことになっちゃうかもっていうシンクロをこの映画を見てそのお客さんに感じていただけたらなと思って、これから先のことどうなっちゃうということをこう予測しながらその映画を見ていただけたらなというのがありました。はい、なんか多分いろんな のそれぞれの人の中でいろんなハマり方をすると思うんです、はい、であ僕はそれがすごくビシッときて、ね、映画を見た人と話したい感じです、ここで俺の先入観を言うと絶対それがミスリードを絶対するって思うんです。いろんなもんが取れるに取れるので、ぜひ、残、11月の24日土曜日ですね、渋谷のユーロスペースを他全国で公開されますということで、今日のゲスト、塚本慎也監督、ありがとうございました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。